現代文字役者だし、得意な人が使っている裏技があります。僕は全国給与をこうやって取りました。はい、こんにちは、マイケル太郎です。今日はですね、シアナレ講師ですね、東大法学部全国国語9位の桑原くん完全監修の動画になります。ではお悩み答えていきましょう。共通テスト、国語の点数がやばいです。やり方もわかりません。そもそもできる人ってどんなこと考えて問題解いてるんですか。はい、簡単に答えを述べておくと、現代文にはやり方があるんですけど、その得意な人ですねと苦手な人っていうのを一番分けているのが、全体の流れを意識して読んでいるかってことですね。ここでは前提論拠結論っていう考え方と、ミーシーっていう、あんま聞かないと思いますが、その考え方を知っていきましょう。はい、では具体的な話に移っていきます。まず断っておくと、今回の現代文というのは評論のお話になっております。小説では使えません。評論もですね、元から得意な人と苦手な人、これらを分ける大きな差っていうのは何かっていうと、文章全体を見通す能力であることが多い。そんな抽象的なこと言わないよ。はい、だから具体的に話していきますね。今日はこの全体を通して何を言ってるかっていうのを捉えることを話していきたいと思います。まずは前提論拠結論、この流れですね、この文章構造について説明していきたいと思います。前提とは文章のメインテーマ、結論とは、そのまま本文を通して筆者がですね最も言いたいことをですね、論拠っていうのがその理由になっていきます。はい、でどんな評論文でも筆者っていうのは何についてなんだと言いたいのかっていうことがメインテーマで、それについての結論がきます。はい、で大学入試の評論文っていうのは究極的にこれを理解することが目的ですね。で当然出題者側がですね、これを分かっているのかっていうのを確実に聞いてきます。設問でね、聞いてくるわけですよね。はい、試しに、まあ、センター試験、共通テスト、まあ、東大でも京大入試でも何でもいいですから、まあ、見てみてください。後半の問題ですね、後半に絶対に結論について尋ねる設問があるはずなんですね。でそして当然結論だけ言われても読んでる僕たちは納得しませんよね。こうだよね、こうだよねって言われてもなんでって聞きたくなります。それをサポートする、まあ、つまり筆者には読者に自分の主張こうだっていうのは正しいんだっていうのを、まあ、当然説明するですね、納得させる責務があります。ですから当然それにあたって理由を述べてきますね。これが論拠ってやつですね。ですから評論文では前提論拠結論が含まれます。もう少し分かりやすい言い方をすると、評論文は筆者は何々について何々だから何々だと言いたいという構造にまとめられます。この何々っていう部分が文章を読んだ時にポンポンポンと頭に思い浮かべば、この、評論文ですね、文章では、読めたということになるんです。このだから構造を知って、この今3つの何々っていう変数を代入していくんだと考えると、ちょっと数学的に読めるんで、理系の人もちょっと得意になるんじゃないでしょうか。文章の要点を考えながら読むことになるんで、まあ、この構造を知って値を代入していくみたいな考え方を持っていくと、少なくとも文章読むのは格段に早くなるので、まあ、文系理系問わずやってみてください。ちなみにこれ余談なんですけど、まあ、自由作文を書く大学を受ける人、これぜひ覚えておいてください。現代文で特に練習しておいてください。自由作文書くときすごく便利です。すぐ身につくようになります。はい、次ミーシーっていう話ですね。ミーシー、これ初めて聞いた人多いかもしれませんね。ミーシーっていうのは漏れなく被りもないという意味の専門用語になります。皆さんはこういうの学校の授業とかで言われません？文章を意味段落に分けましょうみたいなこと言われませんか、塾の先生とかに。まあ、これ文章を読む際にですね、非常に有効な文章整理術なんですけど、皆さんはただなんとなく文章を分けたりしませんか？と、多分ここやろう、多分ここやろうみたいな感じで。はい、で今日はこの動画を見ている人にはですね、今からですね、これをもう一段階深く理解してもらいたいと思っております。そもそも皆さんは意味段落を分ける本当の理由を知ってますか？先生に分けろって言われたからやっているんだと、こういう受験生になりますよ。先生にこの参考書やれって言われたからやっている、そういう受験生は論理的な勉強ができず、先生ということが自分に最適ではなかったら、受験に失敗してしまいます。なので先生がやってきたこのアドバイス主張に対してなんでっていう理由を考えて、その理由を踏まえて納得したらその勉強をやるんです。僕のこの話も同じです。はい、話を戻しまして、なんで意味段落を分けるんでしょうか。その理由は回答範囲を絞るためです。要するにこの設問の回答を筆者はここからここまでで説明しているだろうなという検討をつけるために意味段落って存在してます。はい、もう少し詳しく解説しますね。評論文は確かに大きく冒頭からここまで4段落目まではこの話をしていて、5から8段落目はこの話してっていう感じの具合にですね、まあ、いくつかのブロックに分けられることが多いんですね。まあ、これがいわゆる意味段落なんですけど、この時に一つ気づいてほしいことがあります。漢字の書き取り等を除いて、その意味段落に一つ傍線部が入っていることが非常に多くありませんか？
はい、過去問とかですね、見てみてください。はい、意味段落に分けた問題とかがあれば、ぜひそれ参考に見てください。それは大体意味段落に1個母線部が入っていることが多いんです。これはどういうことか。筆者の意図をもとに紐解いてみます。入試っていうのは、まあ僕、まあですね、受験勉強をハックしようというのを日々研究してるわけですから、問題作成者がいて、その人が論理的な根拠を積み上げて、こうなって問題ができるわけです。で、皆さんがやることっていうのは、これを逆に戻していったら正解が得られるわけです。なので、筆者の意図っていうのがすごい大事なんですね。これをちょっと紐解いてみましょうか。実際具体的にね。まず、現代文では問1で本文冒頭に関する理解を試します。次に問2で本文の2つ目のブロックですね。意味段落に関する理解を試します。同様に問3でその次の部分を聞いて、まあ、この流れで、最後の設問で本文のですね、最終部分と全体の理解を問うみたいなことが多いわけです。このような形で出題者の設問を通してですね、受験生は本文の全体の理解っていうのを漏れなく、かぶりなく、いわゆるミーシーで試していきます。ですから皆さんはこれを逆手にとって逆に、ですね、問1ではこの文の理解を通ってるんだな、この部分の理解を通ってるんだな、じゃあこの部分から探してやろうみたいな感じですね。といった場合に意味段落に分けて探しに行くということをすれば、回答範囲が確実に絞り込めますので、まあ、情報をですね、探すのが早くなる、取り出すのが早くなるということです。つまり問題を解く時間が早くなって、共通テストのですね、短い時間で問題を解かなあかんのにも対応できるということになります。これ使いこなしたらすごく便利なんですね。毎回文章を全部読み直したりしなくていいわけです。いわゆる共通テストでですね、時間あれば解ける人はこれをできてないってことが多いですね。時間あれば解けるってことは、読解力ですね、論理的思考力には問題がないですが、ミーシーを知らないっていうのが問題だったりします。はい、ただ最後に一つ注意ですね。このミーシーに関しては、評論文で必ず、まあ、出てくる絶対の法則ではないんですね。東大現代文とかセンター試験ではすごくこの傾向強いですが、共通テストでは評論というか、ただのなんか情報をばらまくような文章も出てきたりしてますよね。思考調査はその傾向強かったんですよね。本試はちょっと違うセンターによってましたけど、まあ、なので、まあ、思考調査があんな感じだったので、まあ、これ毎回使えるものではないので、まあ、ぜひ軽く知識として知っておく、意識するぐらいに思っておいてください。はい、今日の動画のまとめです。今日は、直前期にあなたの現代文の成績を上げるための2つの考え方を紹介しました。1つ目は前提論拠結論ですね。この文章で筆者は何についてどういう理由でどうだと言いたいのか、この3つの変数を埋めると考えてもらうと数学的に読めると思います。2つ目はミーシーですね、漏れなくかぶりなくっていうことですね。設問から逆算して漏れなくかぶりなく出題者が聞いてきますから、漏れなくかぶりなく聞いてくるってことは漏れなくかぶりなくちゃんと探していけばいいわけです。ここからここまでが1番、ここからここまでが2、かぶりがないんでちゃんと分けるはずなんですね。設問から逆算して回答範囲に絞り込んでみましょう。結構東大現代文だったりセンター試験だったりセンター試験よりの、まあ、共通テストの問題には使えます。ぜひですね、今までの過去問だったりとか練習した問題見てみてくださいね。結構ミーシーになってるっていうのを気づけるとすごく楽しく現代文解けると思います。このチャンネルでは受験勉強全般に関することを論理的に解説するということをやらせていただいております。また僕たちはシェアリングナレッジという教育サービスを運営させていただいております。論理的な勉強計画を作ってほしい、より深い具体的なロジックを各教科動画で見てみたい、そのような方は、コメント欄または、概要欄の方から1週間無料体験ご参加ください。これからも皆さんの勉強をなんとなくの勉強から全てに意味がある論理的な勉強に変えていけるような動画を配信させていただきたいと思っております。よろしければぜひ高評価とチャンネル登録の方していただければ幸いです。またコメントに関することなんですけれども、僕が返させていただいたコメントにさらに返信をされても一覧で確認するという機能がないので、僕側で確認することが全てできなくなって、返せる人と返せない人っていうのが出てきてしまうと不公平が生じてしまう場合があるので、僕がいただいたコメントに返信させていただいて、さらにそれに返信いただきましても基本的に返せないということになってしまいますので、そういう場合はですね、また疑問があるという場合はさらに新しいところですね、何でもいいのでコメントいただければ、そちらにまたもう一回返させていただくことが可能なので、再度新たな動画にですねまたコメントをいただけるとありがたいです。よろしくお願いいたします。明日の夢サポムービーズはお楽しみに。